J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントのあきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。 J さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あきさん、戸田夏子さんってご存知ですか？もちろん知ってます。はい、はい、映画の字幕の翻訳をされている、ね、戸田さんですけれども、戸田さんは先月ですね、7月3日に86歳の誕生日を。そうなんですか、はい、そんなご高齢。そうなんです、ね、知りませんでした、うん、はい、86歳の誕生を迎えて、そして、まあ、ちょうどトム・クルーズの映画トップガンですね、はい、映画公開されたということで、でお客さんに向けたメッセージ、この映像が公開されたところで、まあ、戸田さんが通訳をして、はい、そしてそのトム・クルーズの通訳、メッセージの通訳を持って、通訳者としてはこう引退されたと。ああ、そうなんですか。いうことなんですね。ただ、まあ、通訳者としての引退であって、映画の字幕翻訳家は、まあ、引退はまだしないと、はい、いうことで、はい、でなんで通訳引退されたのかっていうと、まあ、彼女の言葉を、紹介されてたんですけども、はい、年になるといろんなことがパッと言葉が出なかったりすると。うーん、でトムがあんなに一生懸命やってるのに途中で言葉に詰まったら、それはトムに申し訳ないっていう。あ、もうプロですね。プロですね。なるほど、はい、トムに申し訳ない。なるほど、トム待ってくれるのにきっと。うんうんうん、なるほど。のにこうパッと言葉が出なかった、出ないことも、まあ、おそらくこう増えてきたんでしょうね。あ、でもすごいですね、86歳まで現役で活動されてたっていうことは、うん、そうですね。うん、でその通訳としては、まあ、引退されたということで、映画の翻訳はまだまだ続けられると思いますけども、はい、これ戸田さんですね、その映画の翻訳の方なんですけども、多い時で年間平均50本。そんな数やってらっしゃるんですか。1年って52週ですからね。そう考えると週に平均50本ということは週に1本ペースなんですよね。すごいですね。普通映画って2時間ぐらいですもんね。そうですよね。それを1週間で1本訳しちゃうんですよね。すごい、数聞くとすごいですね。っていうことはもうどれだけ徹夜続けたのかっていうの興味ありますけど、戸田さんは徹夜1回もしたことないらしいですね。いやー、すごいですね。おそらくでも1週間の間でも、うん、きっと余裕があるんでしょうね。そんなギリギリでやってないってことですよね、作業を。多分。でも要は集中力の問題だっていうふうに、あ、なるほど、言われていて、で朝起きて、で8時にはもう机に向かって、で5時6時まで仕事をするっていうふうにおっしゃってますけども、はい、まあその集中力すごいんでしょうね、きっと。そうでしょうね。じゃないと仕上げられないですよね。そう、あと1週間に1本っていうのは、それは絶対に人に手伝ってもらわないと、そんなんなかなかこうできないと思うんですよね。いや、だけど弟子はいないらしいんですよね。じゃあ一人でやってらっしゃる。で、うん、で翻訳手伝ってもらっちゃうと、その翻訳が乱れてしまうので、いちいちこう手を入れなきゃいけなくなりますよね。そしたら逆に能率が落ちてしまうっていうことで、もう弟子は取らない、人に手伝ってもらうこともないんですよね。分担とかでもないんですよ、ね、自分一人で一貫してやってる、うん、そっちの方が効率がいいってことですね。はい。じゃあ苦しいんで、こう、ね、毎年苦しんで週1ペースで訳していたかというと、その翻訳は全く苦にならない
で時間を忘れるほど楽しむことができるっていうふうにおっしゃっていてもう本当にこう天職なんだろうなっていうのはありますよね。すごい、さすがですね。で今回戸田さんが書かれた本を読んで、はい、タイトルが Keep on Dreaming っていうんですけども、うん、まあ、その本を読ませていただいて、でその戸田さんの取り組みから学びがたくさんあったので、まあ、今回ご紹介できたらなと思うんですけども、はい、まあ、戸田さんお年が86歳ということでですね、まあ、戦後アメリカ映画がこう日本に入ってきて、でちょうどまあその頃ですね、一緒に住んでいた、戸田さんのおじさんとかおばさんとかが興奮しながらこう、はい、見てきた映画の話をこうしていたらしいんですよね。なるほど、うん、なのでまあ小さな頃からまあ映画というものはまあ近くにあって、うん、でその状況でこう中学校から英語の授業が始まりますよね。あ、はい、ここはまあ一般的な感じですよね。でその時に、あ、映画で見てたあの外国人たちが話してる言葉学べるんだっていうふうにこうワクワクして、そして授業を出たらがっかりしたっていう。あ、がっかりした。がっかり。あ、なるほど、うん、がっかりですか。はい、このアルファベットの点線をなぞったりとか、あ、この発音記号ばっかりこう集中的に教えられて、全然あの外国人が話してる言葉学べない。まあ、それによって英語への興味もなんか一気にこうなくなっていって。あ、そうですか。まあ、特にこれ落差が大きかったんでしょうね。その英語の勉強始まる前に映画として英語に触れていて、全然違いますね。生の英語ですよね、生き生きした英語、コミュニケーションを取っているっていう状況から、アルファベットなぞるとか発音記号なんて文字ですからね。A と E が合わさってるものをこれはあーと読むんだみたいなことをおそらくやってたんでしょうね。はいはいはい、うん、なのでこう生き生きしてない英語だったのでちょっとがっかりしてしまった、まあ、ただ中学校2年生の時に英語の先生のその授業でこう英語を再び好きになったっていうことなんですけども、そのなったきっかけが必ずそう授業の最後に和文英訳の課題が出たらしいんですよね。あ、日本語を英語にするってことですよね。日本語を英語にする、はいはい、和文英訳ですね。で次の授業で、やってきたものを黒板に書かせて、でそれを生徒たちが見てこう間違いを指摘させるっていうなかなか厳しい宿題ですよねこれ結構ハイレベルなことだなって思いますけど、やってたんですね。中2ですからね、うん、はい、ですね。で戸田さんはこの文章を作れることが嬉しくて楽しくて、でもう毎回張り切ってこう書いていって、へー、うん、でこれでもライティングってやっぱいいですよね。はい、特に和文英訳ってやっぱ難しい、すごく難しいので、はい、それするためには基本的なこの英語の構造が頭に入ってなきゃいけないですもんね。いや、もちろんそうですよね。うん、でこれ読めるだけじゃなくて書かなきゃいけないので、はいはい、うん、で戸田さんがその本の中でおっしゃってるのは、その英語力つけるにはやっぱりこう文章を書くことが大事。おお、なるほど、うん、で頭では分かっていても書いてみると、この漢詩はザなのかアなのか、で複数なのか単数なのかってい う, こう小さな疑問がどんどん湧いてきて、でそれを一つ一つ解いていく、でその積み重ねが力になるんだっていうことを書かれていて、確かにこのアウトプットはしないと正しいものって身につかないですよね。いや、これ本当おっしゃる通りだなっていう、なんか私も今スピーキングの練習をレッスン受けながら受けてますけれども、はい、スピーキングだと消えちゃうじゃないですか、喋、うん、った途端にその言葉って消えてしまって、うん、意外と間違いも見過ごされがちなんですけれども、はい、ライティングしてみてそれを先生にこう見てもらうと、先生も小さなミスが気づくので、自分ではすごい大きな発見があるんですよね、うん、なので自分の力をこう見える化するためにも、なんか文章を書くってすごいためになるなって思ってます。そうですよね。スピーキングはあとこうコミュニケーションの流れを断ち切らないために多少間違ってもいちいち止めないですよね。そうなんですよ。それがなんか暗黙の了解にもなっていて、わざわざ止めなくていいよね、だいたい8割伝わってればそれでいいじゃないっていうなんか暗黙の了解もあって、
それが難しいとこですよね。そうですね。これ英会話のレッスンであったとしても、まあ、あの教材を使ってなんか本当にこう細かくチェックするところであれば途中で止めることもあるかとは思いますけど、はいはい、普通の会話をしている中で、あ、今座が抜けたとか、あ、今のは過去形にしなきゃいけないとか、あ、今のは完了形ねとかっていちいち言わないですもんね。うん、そうなんですよね。なんかこう、うん、スピーキングの練習の中でもドリル化した練習、そのちゃんと過去形にできているかっていうドリルを練習するときには指摘するような感じだと思うんですけど、うん、普通の会話のときにはお互いそれを、まあ、暗黙の了解で遠慮するというか、そういうのありますよね。そうですね。でこれはライティングになると、そのライティングを通したコミュニケーションではないので、だから本当にどこ間違ってるかとか、うん、ここは正しくはこうだっていうのは指摘しやすいっていうのもありますからね。しやすい、そうですね。うん、そういう意味ではこう授業としても、まあ、この先生もすごくやりやすかったんでしょうね。うん、まあでもこのライティング、そういえばライティングしてないなっていう方はぜひライティングしながら、さらに、まあ、精度を高めるっていう意味ではすごくライティングはいいですよね。はいはい、うん、でもそれを面白がれる中学2年生ってさすがですね、戸田さんなんかそれを辛いなとか難しいなとかで終わらせずに、それがワクワクする楽しいものって思えるのってすごいですね。そうですね。やっぱこう使えるっていう、はい、その憧れたあの外国人の人たちが映画の中で話していた言葉を自分も使えるようになっているっていう感覚はおそらくあったんでしょうね。あるんでしょうね。はい、でまあ高校大学というふうに進んでいくわけですけども、で、まあ、大学は津田塾大学はい、ですね。はい。で、まあ、当時こう生きた英語を聞けるものっていうのは、あの FEN っていう、Far East Network でしたかね、あの米軍基地の放送、はい、今の AFN ですけどもの放送か、もしくは映画館の中、あ、まあ、テレビもないですし、まあ、DVD なんかもちろんないので、はい、Netflix なんかないですからね。うん、なので、そうですよね、もう映画を見るってなったらもう映画館の中しかないという状況で、まあ、リスニングスピーキング力、これはゼロだったというふうにご本人言われてましたけども、でラジオから流れてくる歌の歌詞を聞き取って、それをこうタイプライターで打って歌詞のノートを作ったっていうことで、まあ、今でいうディクテーションですよね。え、それはでも答えとなる、まあ、お手本と最後確認ができる素材はない状態でやってたっていうことですか？じゃあなかったんじゃないですかね。自力でなんとか書き出してみるっていう作業をしてたってことですね。そうですね。で、その理由はリスニング力を高めるんじゃなくて、ただ単に歌詞を覚えて自分で歌いたかったっていう。へえ、うん。そのカラオケのツールとしての歌詞カードを自分で作るという作業を戸田さんはこうされていて、まずこう文字にするっていうところが、なんとなく、そう、音を聞いて真似をするだけではなくて、まあ、まずは歌詞カードにして文字起こしをして、で文字起こしした方が当然覚えやすいですからね。まあそうですね。うん、で歌いたかったというところで、結構これもなんかかなり工夫されて学習されてますよね。まだこれ通訳とかやる前ですからね。本当に、なんか文句言える環境でもあるじゃないですか、何にもない、その素材が限られたもので、リスニング力なんか高められるわけないよって切り捨てることもできる中で、こうした工夫をするってすごいですね。本当前向き、本当ですよね。で大学2年生の時にこう学校の掲示板に、あのバレエ学校での通訳募集っていう、こう文字を見つけたっていうことで、それはすぐ飛びついて、はい、でそれ有名な指導者が日本に来て、でバレリーナの指導をするということで、はいはい、まあ、その通訳で、はい、え、すごい、やったらしいんですよね。行動力もこうありますよね。そうですね、はい、まあ、それまで英語なんてこう喋る機会もほぼなかったでしょうし、その状態でこう強い、そうですよね、チャンスだって思ったんでしょうね。すごい、へえ。ただそれは、まあ、バレエ用語を多少覚えて、あとはなんか少し、うん、あの通訳すればいいっていう状況だったみたいで、まあ、そんなにこう専門的なことではなかったみたいなんですけどね。へえ。で学年が上がって大学3年生の時にこの就職を考えて、でその時に、あ、字幕の翻訳やろうかなっていう、でもどこで翻訳されてるのかとか、どこにアプローチするかっていうのもよく分からずに、こうなんか漠然と
字幕の翻訳やりたいなっていうふうに思ったらしいんですけども、ただまあそのきっかけはやっぱり映画で、高校時代に見た映画で、なんかこれ字幕っていうのは直訳するんじゃなくて、セリフのエッセンスをいかにうまく日本語に置き換えるか、そういう作業なんだっていうことに気づいて、これは面白そうだな、これやってみたいなっていうそのエッセンスにすごい早い段階で気づくってすごいですねはい。僕なんかこう見ても分かんないですよね、そういう意味なんだっていう、うん、ただ単に日本語読んでるだけで終わっちゃいますけどすごい、さすが違いますよね、うん、でまあどうしていいか分かんない状態で、でも映画見てると最後に誰が訳したかってい こうクレジット出てきますよね。はいはい、うん、でそれ見てたら日本版字幕清水俊二っていう名前が出てきて、でその清水さんという方を、まあ、これもやっぱ当時ですね、電話帳で住所を調べて、なるほど、個人情報とかも関係ないですね当時は電話帳で住所を調べて、はい、字幕翻訳をしたいっていうので手紙を書いた、努力、はい、うん、これ前とか電話帳に住所載ってましたもんね。載ってましたね、そういえば載ってました、うん、はい、あのこれプロ野球名鑑とか野球名鑑とかにも、はい、ファンレターの宛先として住所載ってたんですよ。え、あ、今思えば、その選手のですか、これ選手の住所なのか分かんないんですけど、住所載ってて僕送ったことあるんですよねそしたらちゃんと帰ってきて、え、あ、誰か事務所の人が書いた感じ、いや選手からです。え、本当ですか、はい、え、それすごいですね、引っ越しましたっていうハガキまで、あ、じゃあそれは届いてご自宅かの可能性がありますね、す、はい、うわ、そんな時代ですか、そんな時代でしたね、僕は戦後間もなくじゃないですよそれは分かってますけど、うん、でも本当つい最近まで、最近ではないですけどね、僕もそんな最近生まれたわけじゃないので、うん、けどそんな状況でしたよね、本当調べれば住所分かっちゃうっていう状況でしたけども、で、まあ、戸田さんその清水さんにこう出したら事務所に来なさいと、すごい、はい、うん、いうことで、まあ、そこでこうつながった感じですよね。へえ、行動力ですね。で、まあ、実は大学卒業して、まあ、ちょっとだけ保険会社の社長秘書として就職されて、で、あの英語の手紙を処理するっていうだけの、あの暇な仕事でつまんなくて辞めたっていう、1年半で退職っていうことは、まあ、間にありますけども、まあ、その後翻訳の仕事ならとりあえず全部やろうっていうことでアルバイトをして、へえ、通信社の原稿を書いたりとか、企業の資料翻訳したりとか、へえ、で、さっきの、 あの清水俊二さんの紹介で、なんかこう日本の映画を海外に出す、そのシナリオを英訳して、ここでまた英、あの和文英訳ですよね。ああ、そうですねこれ生きてるんでしょうね。生きてますね。まあ、ただ当然字幕の作り方なんていうのは習ってきてないので、実務の中でじゃあ学ばれたですね、もう仕事の中で。うん、そうですね、まあ OJT みたいな感じで、ただやっぱり清水さんはプロとしてもう活躍されてたの で、ね、清水さんから字幕作りの基本を教わったっていうことで、まあ、例えば字幕は1秒に3文字か4文字で楽に読み取れる字数じゃなきゃいけない、うん、で、まあそれも含めて翻訳される中で、まあ、戸田さんの翻訳はすごく上手だっていうふうに褒められたっていうことですね。まあ、それまでもとにかく徹底的に映画見てましたし、高校時代に翻訳というのはこういうことなんだって気づくぐらいですからねそうですよね、エッセンスをって言ってるぐらいですからね。そうですね。でその後こう配給、映画の配給会社の仕事とか受け取ったりとか、でまだ原稿の段階で、撮影も始まってないその原稿の段階で、それをこう買うかどうかっていうのを決めるにあたって、当然全員が全員英語読めるわけじゃないので、はい、それを、原稿用紙20枚から30枚、台本を読んで原稿用紙20枚から30枚の日本語で、あらすじをこう書く、要約をするっていう仕事、うん、もあったりとか、あとはあの水野晴郎さんっていう
はい、あの映画って本当にいいもんですね評論家、はいはい、っていう評論家ですねいらっしゃいましたけども、で彼からあの映画のプロデューサーの通訳を頼まれて、へえ、大学2年生の時にはこう喜んで応募してきましたけども、今度は普通に通訳しなきゃいけないということで、あのいやまともに英語なんて喋った経験ないのでって断ったんですけども、うんうん、あの強引に記者会見の席に座らされて、それでもとにかく下手だったけど、まあ、なんとか務まった。でなんで務まったかっていうと、まあ、長年映画を見続けてきたので、その映画要あのアメリカの映画のタイトルは日本語で何ていうかっていうのも、まあ、頭に入ってるし、監督さんとか俳優さんがそれまでどんな仕事をしていたかっていうのもある程度知ってる、でどんな映画を作ってどんな風にその映画が評価されてるかっていうのもある程度知ってるので、なんかこう前提となる知識があったんですよね。なるほど。じゃあバックグラウンドがちょっと背景知識を知ってるがゆえにそこが後押ししたんですね。そうですね。だからもう本当にあの、まあ、仕事なんか普通のビジネスとかでもそうですけども、英語力だけじゃないですもんね。だけじゃないってことですね。仕事の知識スキルもやっぱり大事ですよね。ってことですよね。それがまあ僕らにとってはその映画の字幕翻訳っていう仕事はまあ非日常のものですけども、うん、でもやっぱりこう共通する部分っていうのはどの仕事にもありますよね。確かに本当そうですね。で、まあ、そこからさらにこう字幕の仕事にこう入っていくっていうことなんですけども、ただまあとにかく下手だったということで、で清水さんからのアドバイスもとにかく、うん、まあ、でもこういうアドバイスしてくれる人が近くにいるっていうのはいいですよね。ありがたいですよね。うん、すぐにその何か自分のフィードバックがもらえるってありがたいですよね。ですね。で僕これなるほどなって思ったんですけども、この清水さんのアドバイスとして戸田さんに伝えられたのが、まあ、字幕っていうのは大きなスクリーンに映し出される、まあ、映画館ですからね、はい、大きなスクリーンに映し出されるからビジュアルのバランスも考えなければいけないっていう。あー、そこまでですか。うん、例えば漢字使うなとか漢字使いすぎるなとかそういうことなんですかね。そうですね。ひらがな多くしすぎると多分読みづらくなるとか。なるほど。でさらにあの字幕の文章は必ずしも話し言葉そのままではないっていう。あ、多少不自然であったとしてもこれいいらしいんですね、ルールとして。話し言葉じゃない場合もある。ああ、なんかあり得る気がしますね。そう考えてみると。そうですね。まあもちろん、セリフ自体は話し言葉ですけどね。話して進んでいくので。あ、もちろん、もちろん、そうですね。でも、こう翻訳、日本語に翻訳する場合には、話し言葉じゃなくなるっていうケースも。それは全く問題ない。まあ、そもそもそういうルールなんだっていうのをこう教わったりとか。へぇー。もうそれこそ本当に英語だけじゃない、英語力だけじゃないってことですね。むしろっていうことですね。日本語力も相当高くないと適切な日本語に当てはめられない可能性ありますね。そうですね。でちょっとまあ話前後しますけども、あの戸田さんが通訳を引退された時に、興味のある人にメッセージありますかっていうふうに聞かれて、まあ、まず映画が大好きなこと、はい、でもう一つは日本語力っていうふうに答えられてましたね。あ、なるほど。もちろんあの大前提として英語力は当然そうなんですけども、まあそうですね、英語力があればじゃあ通訳できるか翻訳できるかというと、まあ、そういうわけではない。やっぱり日本語力ですよね。ですね。はい。でまあ話戻ってきますけども、である時ですね、あの地獄の黙示録っていう映画がありますけども、その地獄の黙示録の監督のコッポラ監督、はい、の、 あのガイド兼通訳、こう日本に来るのでそのガイド兼通訳をこう依頼されたと、はい、いうことで、まあ、そこで通訳したりとか、でさらにその後打ち合わせでサンフランシスコ行ったりとか、これが初めての海外旅行だったらしいんですけども、あとはフィリピンでこう撮影されてる中でそこにもこう立ち会ったと。へ、で、まあ、その時点ではガイド兼通訳としての仕事でしたけども、でこの地獄の黙示録、じゃあ誰に字幕翻訳してもらうかっていうのを決める段階で、そのコッポラ監督から、
でも戸田さんはずっと撮影見てきたんだから、彼女にやらせてみたらどうなんですかって監督自らこう推薦してくれたことで、でここからもうあの正式に字幕をやりながら通訳もやるっていう、こう二刀流誕生です。あ、なるほど、すごいですね。でこれ字幕翻訳やる人と、あと、あ、字幕とかそう翻訳やる人の中で英語を全く話せないっていう方もいらっしゃるんですよね。あ、そうなんですか。うん、だからまあ TOEIC で900点持ってるのに話せないっていうのとまあなんか似てるところはありますよね。似てますね、はい。まあ、だからこそ翻訳もできる、通訳もできる、この二刀流っていうのはやっぱ貴重な人材だった。貴重でしょうね。その掛け合わせとして、まあ、戸田さんが生まれたっていう、ね。なるほど、それは頼られて叱るべき存在ですね。ですよね。当然。うん、まあ、何かの掛け合わせっていうのはこう仕事においてはかなりのこう力を持つことっていうのがありますよね。アドバンテージにはなりますよね。うん、これまあ話また変わりますけど、藤原和弘さんという方が、はい、まあ、100万人に1人の人材になるにはという話で、はい、スキル3つ掛け合わせるとオリジナル誰にも負けない人材になれる、あ、まあ、レアキャラになれるみたいなことをおっしゃってましたけども、ど、まあ、それになんか近いところかもしれないですよね。確かに両方できるっていうのは。でもなんか翻訳家の方であれば英語話せて当然ってなんか思いがちな一般的な考えではそんな感じもしますけど、そうですね、はい、でも実はそこは違うんだっていうことの例でもありますね。そうですね。なんか我々はそこイコールに結びつけそうですけどね、うんうんうん、まあ、つまり900点以上持ってても話せないっていうのも当然あり得るっていう話にもつながりますよね。はい、うん、そうですね、まあ、それこそ、まあ、翻訳っていう意味では台本があってその文字を見ながら日本語に訳していくっていうことさえできればとりあえず仕事にはなるので、必ずしも話せなきゃいけないっていうわけではないですもんね。ですよね。考えてみると、うん、スキルとしては全然違うっていうことなんですよね。そうですよね。それを両方持っている、持っていた戸田さんはそれだけ貴重だったっていう。なるほど、そりゃそうですよね。現場で撮影見てきたら、適切な役もできそうですもんね。翻訳も。ですよね。だからこう話読みながら、もちろんあの戸田さんのケースですけれども、結構僕らの日常の中にも活かせるものっていうのはたくさんあったなと思って、例えば、はい、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、英語力だけじゃなくて当然前提となる知識、それはまあ仕事であれば仕事の知識スキルもそうですし、あとは完璧にできない状態で挑戦してみるっていうのも一つありますよね。それなんか私今それ言語化できずにいました。そうですね、なんか戸田さんのその行動力ってつまりそういうことですよね。うん、なんか電話する時のその時のスキルとかを考えたらもしかしたら躊躇しちゃうかもしれないですもんね。はい、そうですよね。できるかできないか考える前にとりあえずやりたいっていうので、そうですね、前提で行動してますからね。うん、でもまあ水野春夫さんに言われた時にはあの英語喋ったことないのでって断ったんですけどね。あ、まあ、それでも強引にやらされてしまったっていう、うんうんうん、でもこれ強引にやらされたことがその後プラスになることっていうのも、まあ、その時は本当辛かったと思いますけどね。はいはい。うん、まあでもできると思ったんでしょうね、水野さんも。あ、確かにきっとできるって思ったから頼んだんでしょうね。うん、まあ、それか賭けだったかもしれないですけどね、他に頼む人いないからどうしてもどうしてもやってくれっていう、どうしてもお願いしたい。なんか映画の見方も変わりましたね。そういうなんか戸田さんの取り組みからどのように力を伸ばしていくのかとかっていう、こう環境の作り方とかっていうのも学べましたし、映画、字幕、バランス、あ、そうか、なるほどっていうのもたくさんありましたし、最後にあの字幕の役割について
なんですけども、はい、まあ、そもそも映画っていうのは作られた時には字幕がつくことを考えては作られていない、ね、あ、いない、いないってことですよね。そうですよね、そりゃそうですよね、はい、うん、当然あの見てる人、これは邦画でも洋画でも同じですが 100% 意識をこう投入して楽しめることを考えられているということなんですけども、はい、で、まあ、字幕を読むっていうこの行為は映画鑑賞に割り込んでくる余分な作業っていうふうに書かれていて、あ、確かにそうだなっていう、こう字幕読んでる時って映像の方に集中できないので、確かに余分な作業なんですね。だからそもそも字幕っていうのはあってほしくない余計な存在なんだっていうのが、ありきで考えてないってことですもんね。でもその中でじゃあ字幕なしでいいのかっていうと分かんないので、字幕なしだと、そうですね、だからいてほしくない存在だけどいないと困る。なるほど、そこに芸術性があるんでしょうね。で、戸田さんが言うにはこう読み切れないとか戸惑うとか、その字幕読むときに、はい、こういうような鑑賞を妨げる字幕っていうのが悪い字幕なんだっていうふうに書かれてましたね。確かに思考を止めるような難しい翻訳になってたらちょっと待ってよってなりますもんね。そうですよね。なんて言ったってなりますもんね。うん、で、映画見てる時に巻き戻したらまた現実に戻ってきちゃいますし。そうですね。それを妨げないように工夫されてるっていうことなんですね。そうですね。なんか映画って、まあ、字幕翻訳ってここまで深いことなんだなっていうのは、ね、初めて知りましたね。戸田さんとしてはその映画で英語を勉強する、例えば字幕を主に置いた英語学習ってどう思われてるんですかね。なんかそれちょっと聞いてみたいですね。例えばかなり手が加えられてるわけじゃないですか、はい、直訳じゃないわけなので。でもそれを主にこう勉強されてる方っていますよね。こういう、これがこういう訳なんだみたいな。うん、そうですね。そういうような学習されてる方がいると思うんですけど、はい、それってどう思いますかって聞いてみたい気がしますね、ちょっと。ですね。確かに。映画を使った英語学習っていうのはまた字幕をつけるのとは違いますからね。はい。ああ、戸田さん独自のもしかしたら映画を使った英語学習論をお持ちかもしれないですね。お持ちかもしれないですよね。はい、なんか。聞いてみたい気がします。ぜひ、はい、ちょっとネットにもしかしたらそういうインタビュー記事あるかもしれないので、あるかもしれない。調べてみたいと思います。はい。Useful expressions。続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。はい、今回はクエンティン・タランティーノ、まあ、クエンティン・タランティーノの言葉です。 I steal from every movie ever made. I steal from every movie ever made. 私は今までに作られた全ての映画から盗んでいるまあ、これはセリフを盗んでいるとかそういうことではなくて、いろいろな要素ですね。要素ですね。うん、要素を盗んでいるという感じですかね。まあでもそうですよね。すべてが教科書になりますもんね。作られた、過去に作られたものっていうのは。いや本当、オリジナルを逆に作るって難しいってことでもありますよね。完全なオリジナルはそうですよね。で、今日はですね、この表現の中でも、every ですね、every movie ですね。この every と、あと、まあ、これすべてのという意味ですけれども、まあ、すべてのという意味では all っていうのもあります。で、この every と all の違いについてお話したいなと思うんですけども、はい。はい。まあ、every、まあ、すべて、例えば every day って言ったら毎日ですけども、まあ、every はすべてではあるんですけども、あの、書くっていう、それぞれっていうみたいな、そうですね。うん、ですね。はい。なので、every movie、図ではなくて、every movie、まあ、単数形の状態で、まあ、後ろにこうつながっていくと、はい、every movie っ
うになりますけど、オールの場合は、もう全部含むので、複数形ですね。All movies、all movies みたいな風になります。あと何かこう伝えておくべきことってなんか確かにその単数形後ろに置くのが単数形なのか複数形なのかって迷った時に every day はいいですよね。皆さん every day はちゃんと S つけずに言えるので、うん、それを一つ思い出せれば、あ、 every の後ろは単数形だってちゃんと整理できるかもしれないですね。うん、そうですね、はい。まあ、あとじゃあ、まあ、加算名詞不加算名詞というのでいくと、はい、every は加算名詞の単数形にしかつけられないの で、 そうです、ね、うん、例えば、まあ、every movie, every student, every book はいいんですけども、うん、every water とか every information っていうふうに不可算名詞につけることはできないんですよね。まあ、一方で、はいはい、all の方は all water、まあ、全部水飲んでいいよとか all information、まあ、情報とかウォーター数えられないですけども、all の方は加算名詞の複数形もしくは不可算名詞にも使うことができるというような文法的な違いがあります。はい、はい、ぜひこれも、まあ、そういうルールで覚えるのもいいんですけどね、できれば英文の中で every と all の使い方を見ていただくのがいいかなと思います。はい、第129回をお送りしました。 J さん、はい、J さんは結構映画は見りますか？映画はあんまり見ないですね。あ、意外ですね。なんか本読む方って映画もなんか好きそうなイメージ勝手にあるんですけど、あんまり見ないですね。映画は、うん、2時間かかるじゃないですか。あ、そうですね、時間がかかりますね。結構2時間一気に見るっていうのがあんまりないですね。でこれ、これ映画って小刻みに見るものではないと思うので。あ、そうですね、確かに確かに。あんまり僕は見ないんです。秋さん映画見ますか？私も逆に、逆にっていうか映画見なくって、それこそドラマだったら、アメリカンドラマとかだったら小刻みになってるので、でも結局まとめてみて2時間とか見てるんですけどね。なるほどなるほど結局でもなんか、はい、映画のよりもやっぱりドラマの方が見ますかね。展開が早いんですよね、うん、ドラマの方がきっと。あ、確かにそうですね。まあ、とりあえず30分で一展開しなきゃいけないですからね。そうそうですねそれがなんかいいんでしょうね、楽しいっていうか。映画はやっぱりこうピークに達するまで結構時間かかりますからね。そうですね、うん、確かに。でもなんか今日 の、 戸田さんの話を読んだりとか聞いたりとか、はい、まあ、今日話してみたりして、はい、ちょっと字幕をちゃんと見てみたいな、そういう視点で見てみたいなっていうのは思いました。ありますね。うん、あ、ここ本当だ、口語表現っぽくなってないとか。いや、それちょっと見つけてみたいですよね。ちょっと文語帳になってる時ってどんな時なんだろうみたいな。そうですね、なんかありそうな気がします。確かに、うん、まあ結構入ってるんでしょうね、そういう視点で見ると。入ってるんでしょうね。うん、あとなんかセリフがこう早い時、早くて短い時、当然かかる時間短くなるので、その中の文字数とかですね。あ、うん、その辺もなんか1秒に4文字っていうのを前に聞いたことがあるんですけども、本当に1秒間に4文字なのかどうかっていうのはチェックしたことがないので、もしかしたら、はい、それをオーバーしているものもあるかもしれないですし、だからオーバーしてたとしても読める文字数にはなってるはずなの で、 ね、なんかその辺もちょっとチェックしてみたいなって。今までその字幕を読んでなんか思った感じたとかありますか？違和感感じる字幕とか。でも確かにこれ省略しすぎだなっていうのは私結構経験があるんですよね。え、これをこの一言だけで言わせちゃうんだみたいな、そういうのは意外と結構気づくあることあるんですけど、なんかありますか？僕はあんまりないですか？一個もない まずあんまり映画見ないっていうのと、あ、そうか、そうですよね、あんまりそこまで深くちゃんと字幕と向き合ってない。その英語が英語で理解してるってことではなくて、子供の頃とかも映画
土曜日のとか見てましたけど、はいはい、あんまそこまで向き合ってなかったのかなって思いましたね。いやでもびっくりするぐらい多分一言で収めてたりとかすると思うんですよね。ですね。そういうのも面白いかもしれないです。そうですね。ちょっとなんかその辺も意識しながら何か一本見てみたいと思います。はい。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。Jさん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 Okay, thank you for listening. See you next week.